目が覚めたかい？ヤマト隊長、俺、君は過呼吸を起こして倒れてしまったんだ。そうか。加賀谷先生は？先輩はサクラを追って行ったよ。そうだ、サクラちゃん。おっと、気持ちはわかるけど君は行っちゃダメだ。カカシ先輩の命令でね。君と僕は先に木の葉に戻るんだよ。大丈夫さ、先輩に任せておけば。サクラを連れて戻ってきてくれる。僕らは僕らのできることをやろう。わかったってばよ。今は我慢だよ。いいね。それじゃ、木の葉に戻ろうか。会談の結果を早く伝えないと。おっす。僕らは僕らのできることをやろう。俺にできること、この葉に戻って、それから。違う。俺のやるべきことは、俺はサスケのとこに、それでもう一度サスケと会って、あいつと、それが今俺の。ごめん、ヤマト隊長。俺やっぱり行くってばよ。今は俺の道を信じて進みたい。さくらちゃん、かかし先生、すぐに行くからな。待ってろよ、サスケ。おかげになるまで、俺は勝ち続ける。任務開始。急がねえと。しかしこんな時に待ち伏せかよ。さくらちゃん、加賀谷先生、無事でいてくれ。えっ、立ち止まってなんかいられるかよ。えっ、あっ、変だ。えっ、ほら、あっ、あっ、変だ。サスケ、ほら、きっと俺が。立ち止まってなんかいられるかよ。止まってなんかいられるかよ。サスケ、
きっと俺が。
クラちゃん、カイカイ先生、撃っていってくれ。なんかいられるかよ。任務達成。サスケのために何をしてやれるのか。会えば答えがわかる気がする。衝撃がここまで近いってば。よし、少しずつ動きがとろく。なんてやつだ、これほどとは。限界のようだ、カカシ。なんだ。今さらお前が出てきた。私がサスケ君を止める。私が。そい。よせ、サスケ。
ナルト。ナルト。俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは。サスケ、サクラちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケ、イタチの真実ってのまだ嘘か本当かはよく分からねえけど、どっちにしてもお前のやってることは分かるってばよ。ん？親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。他人はたま、さっきだ。さっきやっとイタチの仇を撃てた。何？あの団蔵を。今までにない感覚だ。怪我された内派が浄化されていく腐れ切った忍び世界から内派を決別さ、ある意味お前たちこの派がずっと望んできたことだ。内派を否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶、お前たちこの派の全てを潰すことでな。それこそが本当の内派の最高。憎しみ、その積み重ねの歴史が今のサスケを作る。ナルト、サスケ君。もういいだろ、ナルト。ここはもう少しで答えがわかる。そんな気がする。先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しで分かり。お前何を言ってる。次はお前か、ナルト。Thank you.